イスラエル空軍第103飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、主に中型から大型の輸送機を運用する飛行隊である。別名として、フライングエレファンツスコードローン、あるいはエレファンツスコードローンとも呼ばれる。第103飛行隊は、第一次中東戦争時の1948年5月に、2機のダグラス DC-3、C-47 ダコタを装備する。 飛行隊としてエクロン空軍基地で編成された。2機のうち1機は南アフリカ共和国の民間リース会社、もう1機はエールフランスから入手したものであった。5月末に部隊はラマトタビド空軍基地に拠点を移し、6月になってから正式に第103飛行隊として組織された。第103飛行隊には DC-3、 C-47 が補充されていったが、その中にはオーストラリアから飛来してきた1機のダグラス、DC-5 も含まれていた。1948年7月には、イスラエル空軍が導入した、イギリス製木製総発戦闘機、デハビランドモスキートの最初の1機である、モスキート PR-16、機体記号、g 8が、第103飛行隊に配備され、 D-160 の機体番号が付けられた。この PR-16 は、ケンブリッジからエクセターへのフライト予定と称して、離陸し、そのまま、フランスを経由して、イスラエルに持ち込まれたものであった。この PR-16 は、同年9月21日に、事故で、使用不能になるまで、第103飛行隊で運用されていた。また、イギリス軍から盗み出した。 ブリストレボーファイター4機も第103飛行隊に配備され D-170 から D-173 の機体番号が付けられた。これらのボーファイターが運用されていたのは1948年10月から11月頃の約1ヶ月程度であった。これらモスキートやボーファイターが運用されていた間 DC-3 で輸送を担当するグループは A フライト、モスキートでの偵察や、ボ防ハイターでの戦闘爆撃を行うグループは B フライトと分けられていた。1949年夏頃に、第103飛行隊は拠点を、ラマト・ダビド空軍基地からエクロン空軍基地に再び移した。同じ頃、第106飛行隊の人員が第103飛行隊に統合された。九百五十年から十一年にかけて、 さらに DC-3、C-47 の奇数が増え、軽重数機となった。1951年には、第103飛行隊は、発掘力予軍基地に移動したが、約1年で再度、エクロン基地に移動した。この頃に、アメリカ海軍から3機のプビーマイナス5エカタリナが、供与されて、第103飛行隊に配備され、沿岸警備などに使用された。 1954年には B-17 爆撃機を運用していた第69飛行隊が第103飛行隊に吸収され、第103飛行隊は DC-3、C-47、PB-5A、B-17 を運用する飛行隊となった。1956年には第二次中東戦争に備え、フランスからイスラエルへの兵器供与があり、 第103飛行隊の DC-3、C-47 も増強され、第2次中東戦争開戦の1956年10月29日には16機が運用可能な状態であった。また、この前年の1955年には、フランスから3機のノール・ノラトラが供与されており、こちらも運用可能な状態であった。第2次中東戦争が始まると、 第103飛行隊の16機の DC-3、C-47 により、アリエル・シャロン率いる第202空挺旅団が、ミトラ峠東側に空中投下された。その後も、第103飛行隊の DC-3、C-47 及びノールノラトラは、物資の輸送や負傷者の搬出に活躍した。11月2日には、 シャルムエルシェーク攻撃のための兵員輸送を行った。1956年11月になると、第103飛行隊にヘリコプター小隊が組織され、1機のヒラー360、2機のシュコルスキー S-55 が運用されるようになった。1957年7月には SE-3130RET2 が1機、補充された。このヘリコプター小隊は、 1957年12月に第124飛行隊として独立した飛行隊となった。1962年になると、西ドイツから入手した6機を含む16機のノールノラトラが追加配備され、DC-3、C-47 は新たに編成された第120飛行隊及び第122飛行隊に移管された。 b ー 5A、B 17も、すでに運用停止されていたため、第103飛行隊の装備機はすべてのラトラとなった。1967年の第3次中東戦争では、第103飛行隊は、地上部隊への物資の補給任務に従事した。6月7日には、市内半島のシャルムエルシェークサイ戦量の作戦に従事した。1973年の 第四次中東戦争においても、第103飛行隊は、補給任務に就いた。民間機である IAI アラバ101型も、この戦争中、第103飛行隊の指揮下で負傷者の搬送に、使用された。1974年になると、アメリカ製の C-130H ハーキュリーズ、輸送機2機が、第103飛行隊に配備され、1976年には、 さらに6機追加配備された。同じ年に、ノール・ノラトラは退役し、ギリシャに売却された。この後、第103飛行隊は、第131飛行隊と統合運用されるようになったが、舞台マークなどは引き続き使用されていたようである。1976年7月には、第131飛行隊とともに、エール・フランス第139便ハイジャック事件による、 人質救出作戦であるエンテベ空港奇襲作戦に従事した。また、1991年に行われたソロモン作戦の救出、移送作戦にも従事している。また、遅くとも1976年以降には、第103飛行隊は、第131飛行隊とともに、ベングリオン国際空港を拠点としていたが、 2000年代になって南部のネバティム空軍基地に拠点を移した。2014年4月頃からは最新型の C-130J-30 スーパーハーキュリーズ輸送機の第103飛行隊第131飛行隊への配備が始まっている。ありがとうございます。